1月15日より発送開始。昨日から発送開始。こんにちは、すみやです。スマート望遠鏡ラッシュ、その中でもね、一つ注目しているのがベスペラ2ですね。センサーサイズが大きくなって、しかも高バレンズでかなり広域が撮れるということなので注目していきたいと思います。プロも控えていますが、とりあえずすぐ手に入りそうなのはこのベスペラ2ですね。サイトロンジャパンが近々日本でも買えるようにすると宣言しているようですから、期待して待ちたいと思います。はい、それではバオニスのサイトをちょっと見ていきたいと思います。ニューベスペラ2って書いてますね。ウルトラ HD で宇宙を探索し捉えることがかつてないほど簡単になりました。 4K 解像度の宇宙が見れるということだと思います。下見ていきましょうか。はい、あ、ベスペラ2の下にちゃんとベスペラプロが出てますね。天体写真撮影のための究極のスマート望遠鏡。なるほど、こちらは天体写真撮影に特化してるのかな。はい、こっちは簡単になりましたということなので、ちょっと立ち位置が違うのかな。はい、それから私もキックスターターで注文してありますヘスティアも隣に出てきましたね。スマートフォンをスマート望遠鏡に変えましょう。じゃあもうちょっと下見ていきましょう。はい、天体写真撮影に最適なスマート望遠鏡、高バレンズ、望遠鏡に初めて組み込まれたライブパノラマモード。ライブでね、パノラマモードを表示できますよと。今までね、後処理でモザイク撮影してね、いろんなものを合成するっていうのは後でできるっていう技術は今までもあったんですが、今電子感棒で見ている天体をそのままパノラマ撮影できるっていうのはこれは初めてですね。望遠鏡の可能性を飛躍的に高める。アンドロメダ銀河がですね、真ん中がセンサーのサイズだとするとちょっと溢れてますね。それをさらに外側の四角い枠の中までパノラマモードで視野を広げることができますよと。これがライブでできますよっていうのが一番すごい機能ですね。ベスペラが他のスマート望遠鏡と一番違うのはこのモードがすでに搭載されていることですね。もちろんシースターでもね、将来的にはパノラマモード、いわゆるモザイクモードが入ってくるかもしれませんが、現時点ではまだ入ってません。そういうことを考えると、このベスペラの優位性はスマート望遠鏡の中では突き抜けてますよね。パノラマモードを使えるかどうかっていうのはスマート望遠鏡を選ぶ上での大きなポイントになりますね。じゃあその下見ていきましょう。これは今後のイベントの説明ですね。日食と黒点周期、最高の太陽観測体験をお楽しみください。これいいですね。30日間お試しいただけますって。試してみようかな。無料返品もできるそうですよ。すごいね。30日間お試しいただいて無料で返品もできるっていうので、1ヶ月借りることができる。これはすごいな。これはちょっとスマート望遠鏡では初めてかもしれませんね。1590ドルですから25万円ぐらいかな。シースターの3倍ぐらいの値段ですね。一番の売りはやっぱりね、最大24メガピクセルの画像って書いてます。ライブ観測や天体写真撮影にライブモザイクキャプチャーを搭載。これがやっぱり一番の売りですね。ベスペラ以外はまだこういう機能は搭載してませんから、これでベスペラがスマート望遠鏡の世界をリードするんだという決意がこの順番に表れてますね。で、真ん中は簡単かつ強力です。まあ、これはね、スマート望遠鏡共通の特徴ですので、ベスペラだけじゃないですね。簡単なセットアップ、宇宙の高精細カラー画像を取得するのにスキルは必要ありません。それから3つ目の謳い文句はコンパクト、軽量、頑丈。
時の試練に耐え、あらゆる探検冒険に同行できるように設計されています。最も革新的で最も多用途で最もユーザーフレンドリーなスマート望遠鏡で新しい星空観測体験を発見してください。現時点ではね、ベスペラがナンバーワンですよっていう自信ですかね。ベスペラ2はカメラと望遠鏡のシームレスな融合を体現しており、オールインワンの使いやすいポータブルデバイスに凝縮されており、誰でも星とつながることができます。ベスペラ2を使用するとライブ観測を行ったり、自慢して共有できる宇宙の素晴らしい写真を撮影したりできます。フルカラーと鮮明なディテールで宇宙を探索してください。複雑なセットアップに苦労することなく、夜空を楽しむ時間を増やしましょう。ゼロから始める人も、すでに星空観測の経験がある人も、新たな星空の冒険を楽しんでください。初心者にも経験者にも使えますよということですね。はい、壮大で比類のない宇宙の景色をご覧ください。いただきますか。スマート望遠鏡の未来を開拓するバオニスは、当社の機器によって収集された新宇宙からのあらゆる光子を利用するアルゴリズムを開発しました。最新世代のセンサー、プレミアム光学系および当社独自のライブキャプチャーテクノロジーと組み合わせたベスペラ2およびベスペラプロは、他のスマート望遠鏡では届かない画像を提供します。すごい自信ですね。広角っていう意味では届かないですね。左がタブレットに映っているバラ星雲ですね。スマート望遠鏡の世界ではやっぱりバラ星雲が一度に見れるかっていうのが一つの基準なのかな。ライブモザイクモードでこれは撮っています。馬頭星雲が出てきましたね。これは小サイズですから、広域にするとどうなるんだろう。おー、ここまで広がりますよということですね。これがオリオン大星雲、モザイクモードを使わずに撮ったものですね。ランニングマン星雲もよく見えてますね。ベスペラ2、1台あればここまで綺麗な天体写真が撮れるっていう、そういう証明になるようなものですね。画像処理しないでここまで撮れればね、すごいけども、画像処理してるかもしれませんね。ベスペラ2の概要、5分で設定終わりますよ。自動ポインティングと追跡、自動画像補正、ライブスタッキング、星雲銀河星団を観察します。惑星はあえて入れないっていうのは良心的な判断かもしれませんね。スマートフォンとタブレットの制御、スマートフォンでもタブレットでも使えますよと。まで24メガピクセル、2400万画素までいきますよと。ライブモザイク、可変視野、可変視野っていうのがすごいね。画角を変えられるんだね。高バレンズでモザイク撮影すると、自分の好きな角度で視野を変えられるっていうことなんでしょうかね。これはちょっと今までのモザイク撮影の利便性とは違った、もう一つの利便性になりますね。 CMOS カメラを回したりとか、接眼部分を回したりとか、そういうことはもう必要ないですよと、ね、デジタル的に自分の好きな画角にできますよと。これは面白いですね。ライブモザイク可変視野、 2.5 度 ×1.4 度から 4.3 度 ×2.4 度、月、太陽、日食を観察してください。4300のなんとかって書いてますが、4300の天体が選べますよっていうことかな。それから観測プログラミング機能も入りましたと。 M31 を取って、 M42 を取って、 IC434 馬頭星雲を取ってと、寝てる間にちゃんと天体撮影してくれますよということですかね。絞りが50ミリで、焦点距離が250ミリ、口径50ミリですね。ロー画像ファイル、 TIFF 16ビット、経験値、一つのデバイスでさまざまな星空観測体験を、都会からでも宇宙を眺めてみませんか。ライブ画像処理の魔法のおかげで、ベスペラ2は
都市環境の中でも新宇宙へのアクセスを可能にします。オプションの CLS とデュアルバンドフィルターを使用するとさらに光害を除去して星雲の詳細を明らかにすることができます。アウトドアの冒険をさらにグレードアップします。コンパクトで軽量なベスペラ2は小さなバックパックに収まりいつでも持ち運びできます。休暇中の機内持ち込み手荷物としても最適です。友人や家族と瞬間を共有しましょう。最大10台のデバイスをベスペラ2に接続して友達とスターパーティーを主催したりお子様と一緒に探索の瞬間を楽しんだりできます。日中も観察を続けてください。オプションの太陽光フィルターを使用するとベスペラ2は太陽観測への扉を開きます。黒点の周期を追跡したり日食を観察したりできます。天体写真の世界に飛び込んでみませんか。ベスペラ2は観測結果をロー16ビット画像ファイルとして保存しお気に入りの天体写真処理ソフトウェアで編集し撮影した各画像から本質を抽出することができます。コバルエンス、ライブモザイクキャプチャ、天体イメージングにおけるゲームチェンジャー。バオニススマート望遠鏡でのみ利用可能。特許技術って書いてますよ。視野を広げてください。フレームをお選びください。画質を向上させます。自動ライブパノラマを使用すると、望遠鏡の物理的な視野に制限されることがなくなります。より多様な天体を撮影し、画像を構成する新しい方法を探索できます。アンドロメダ銀河全部入りますよと。アンドロメダ全体を撮りたいんならもうベスペラしかありませんよということですね。ベスペラ2アンドロメダ銀河をライブモザイクモードで撮影しました。すごいね。視野が約3度、画像解像度18メガピクセル。宇宙を探索する新しい方法を体験してください。日型星雲と三裂星雲を一度に見れますよということですね。 APS-C サイズの高い CMOS カメラなくてもここまで映りますよと。ライブパノラマモードを持たないスマート望遠鏡を備えたアンドロメダ銀河。ベスペラ2ライブパノラマモードを備えたアンドロメダ銀河。これは広いなぁ。これは2400万画素まで行ってますね。両方の画像を同じスケールで表示します。画像の後処理は必要ありません。スマート望遠鏡のスマートたるゆえんは後処理必要ないってことですね。ライブの見ている画面の中でアンドロメダ銀河が全体が映りますよと。これがすごいよね。実際の動作をご覧ください。馬頭星雲領域のパノラマ撮影のタイムラプス。これでちょっと再生してみましょうか。はい、行きまーす。あ、どん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 広がりますね。うわ、うわ、うわー、これはすごい。これはすごいよ。モザイクパノラマモードってこういう風になっていくのね。最初はこういう画角で撮れていたのが、さらに広がるということなんですね。これはベスペラしかないよね。スマート望遠鏡のゲームチェンジャーを語るだけの資格は確かにありますね。星はあなたの指先にあります。それはとても簡単です。ベスペラ2は趣味を始めるのに最適です。旅の始めから心強い結果をもたらし進歩するにつれてあなたを導きます。触るタッチセンサーボタン一つでベスペラ2を起動できます。タップします。スマートフォンと使いやすいアプリシンギュラリティによる自動初期化。3楽しむ。4300個のオブジェクトと推奨事項から選択できます。自動ポインティングと追跡。自動初期化。ベスペラ2があなたの位置に基づいて方向を調整し星空の形状を自動的に検出するまでにかかる時間はわずか数分です。自動ポインティングと追跡。シンギュラリティアプリのカタログにある何千ものオブジェクトの中からターゲットを選択するか、カスタム座標を指定するだけで
ベスペラ2が即座にそれを見つけて追跡します。座標入力もできるんですね。ライブオートフォーカス、温度が変化しても常に鮮明な星が得られます。バオニス機器は観察中であっても自動フォーカスを保証するエンジンを搭載した唯一の機器です。温度が変化したらもう一度オートフォーカス始めますよということかもしれません。ライブ画像の強化、ベスペラは悪い画像を自動的に拒否し、経験豊富な天体写真家が使用するスタッキングと呼ばれる技術を良い画像に適用してリアルタイムで画像の鮮明さを高めます。ベスペラの内部どのように機能するのでしょうか。昔ながらの望遠鏡では色は知覚できず、最も美しい星雲でさえ鈍くぼやけた斑点として見えます。ベスペラによって全てが好転します。従来の望遠鏡で観測されたオリオン大星雲、これは肉眼で見たらこんな感じですね。ベスペラ2で観測されたオリオン大星雲、後処理画像は含まれていません。オリジナルでこれですね。さっき出てきたすごい綺麗なのはやっぱり後処理してる感じはしましたね。写真画像処理ソフトのエンジンをね、ライセンス提供を受けて、そういうものがスマート望遠鏡にいつかは入ってくるかもしれませんので、さっき見たオリオン大星雲のすごい映像を後処理でやってくれる機能だって追加できそうな気はしますけどね。これは後処理なしでここまで見えますよと、シンギュラリティアプリでここまで見えますよと。最前線のテクノロジー、最先端のテクノロジーを満載したベスペラはこれまでにないほど革新的なスマート望遠鏡です。ベスペラ2は高品質の光学系と超高感度の高精細センサーおよびオンボードコンピューティングテクノロジーをオールインワンのすぐに操作できるデバイスに組み合わせています。 50mmF5 4連アポクロマートレンズ、ベスペラ2光学系は超低分散ランタンガラスと視野補正装置を備えており、視野の隅まで最高の画質を保証します。ソニー IMX585 8.3MP センサー、この 3840×2160 ピクセルの超高感度センサーは 2.9ナノピクセルを誇り、ベスペラ2の焦点距離と調和してより詳細な画像2.39 秒角を生成します。そしてその背後にある魔法、ベスペラはスタッキングと呼ばれる画像強調プロセスを利用しています。これには同じオブジェクトの複数のショットをキャプチャーし、最良のものを選択し、それらをスタッキングしてノイズを低減し、コントラストを高めることが含まれます。バオニスが開発した革新的なアルゴリズムが画像処理を適用して星雲や銀河の全範囲の色と複雑な詳細を明らかにします。これらは全て自動的かつリアルタイムで行われます。観察していると徐々に画質が向上していきます。優れた品質、堅牢性、耐久性を実現するために細心の注意を払って設計されています。バオニスでは機械部品でも光学部品でも品質に妥協することなく望遠鏡を考案しています。当社の取り組みは魅力的なデザインの製品の作成にまで及び、ユーザーエクスペリエンスの向上を保証します。当社の望遠鏡を長期間頻繁に使用し、最高の空を求めるたびに楽に持ち運べます。バオニスのシンギュラリティ、星に到達するためのガイド、シンギュラリティはあなたのコントロールルームであり、あなたが全てを決定する場所です。非常に直感的でユーザーフレンドリーなので、カタログのどの構成オブジェクトにも簡単にアクセスできます。あなたの地理位置情報と天文歴に基づいて何を観察すべきかについての個人的な推奨事項と
宇宙の秘密についてのメモが表示されます。得意点は、星に到達するための旅の各ステップをガイドします。得意点というのはこのアプリのね、シンギュラリティの日本語訳ですね。宇宙センター。旅を完全にコントロールしましょう。宇宙センターは探索を始める場所です。ここで機器を管理し、場所に応じた特定の情報を見つけることができます。この画面からバオニスの豊富なコンテンツに直接アクセスできます。ベスペラのステータスを確認してください。機器画面はスマート望遠鏡のステータスを管理し、構成フレームをキャプチャーするためのエキスパートモード機能にアクセスするためのコマンドセンターです。ここでは機器で利用可能なメモリーを監視し、保存するファイルの種類を選択できます。オブジェクトカタログ、目的地を選択してください。定期的に更新されるカタログにある何千もの天体の中から目的地を選択してください。創造の柱、チューリップ星雲、アンドロメダ銀河。次に探索したいものは何ですか？モザイクキャプチャー、フレームをお選びください。モザイクモードを使用して広いフィールド領域をキャプチャーするのは非常に簡単です。数回タップするだけで製図上で希望の視野とフレーミングを定義し、残りはベスペラに任せましょう。観察、魔法が起こる場所。ベスペラが目的地の最初の画像を配信するまでにかかる時間はわずか数秒で、その後数十、数百もの他の画像がリアルタイムで積み重ねられ、選択したオブジェクトの詳細と色が徐々に明らかになります。最終的な画像でどの程度の詳細レベルを達成したいかを決定するのはあなた次第です。私の夜の計画を立ててください。観察セッション全体を自動化します。お気に入りの天体の完璧な天体写真を撮影するために、一晩の観察を計画している場合でも、メシエマラソンに参加する場合でも、すべてを事前に計画し、ベスペラにすべて任せることができます。ベスペラは夜の終わりに自動的にオフになり、観察からの新鮮な画像で目を覚ますことができます。ベスペラ2の詳細、絞り 50mm、 焦点距離 250mm、 焦点比5、レンズ設計、フィールドコレクターを備えたアポクロマートクアドラプレット、レンズの特徴、特殊低分散ランタンガラス SFPL52、 ネイティブの視野は 2.5°×1.4°です。ライブモザイク視野最大 4.3°×2.4°、または 3.25°×3.25°、 横長のものとそれから正方形のものが選べると。これは面白いかもしれませんね。センサーの種類、ソニー IMX585 カラー。センサーの定義、 3840×2160、 830万画素、 4K ですね。ライブモザイクモードによる画像定義、最大24MP。センサーフォーマットは 11.2×6.3mm、 ピクセルサイズは 2.9nm。サンプリングは 2.390 秒角、限界の大きさ16、バッテリー寿命4時間、内蔵外部バッテリー接続、はい、これが大事ですね。ストレージ25号、コネクタ USB-C、 このコネクタがね、今まで専用のものだったのが USB-C に2から変わったということで、これは使い勝手が良くなったということのようですね。画像フォーマット、 JPEG、 FITS、 TIFF、 16bit ロー画像、エキスパートモード、キャリブレーションフレームのキャプチャー、サイズが 48×20×9cm、 重さ 5kg、 動作温度0°から40°、オプションフィルター、ソーラー、 CLS、 デュアルバンド、三脚、オプション、アクセサリーを参照。結露防止、オプション、アクセサリーを参照。1月15日より発送開始。え、昨日から発送開始？今日ぐらいについてる人いるかもしれませんね。今日1月16日なので。1月15日より発送開始。
と日本ではまだね発売がアナウンスされてないので手に入らないかもしれませんが、直接フランスのバオニシ社に注文すればもう発送してくれるっていうことかな。すごいね。ここから始める1590ドル、すでに三脚持ってる人はいらないということですね。初代のベスベラ持ってる人は本体だけ買えばいいと。1590ドルですから、まあ25万円ぐらいかな。25万円。それから三脚が100ドルですから15,000。無料のモバイルアプリを備えたベスペラ2スマート望遠鏡、ご自身の三脚をご持参ください。まあ自分で三脚持ってる人多いから、三脚 USB 充電器ケーブルは含まれておりません。すべてのベスペラモデルの標準三脚、最大高さ 18.5cm、470g。当社のアクセサリーであなたの体験をさらに高めてください。調整可能な三脚が出てきた。起伏のある地形や平坦でない地面に観測ステーションを設置するための理想的なアクセサリーです。組み立てと調整が簡単。安定性の向上。最大高さ 30cm、11.8インチ、149ドル。ベスペラバックパック、旅行中にベスペラを簡単に持ち運べます。コンパクトなので車や飛行機の機内持ち込み手荷物としても楽々収まります。雨や塵に強く、衝撃からベスペラを守ります。望遠鏡とその付属品を収納できる多数の収納スペース、169ドル。はい、デュアルバンドフィルター399ドル。主に発光星雲に見られる水素アルファと酸素の波長を選択することにより天体と空の背景の間のコントラストが増加します。これを使用するとより高品質な画像が得られます。これらのオブジェクトに対する超光害フィルターとしても機能します。ベスペラソーラーフィルター149ドル。日中でも趣味を楽しめます。黒点の周期を追跡し、太陽活動を監視し、日食を観察します。フィルターはベスペラによって自動的に検出されるため、完全に安全な太陽観測が保証されます。光害フィルター、光害フィルターまたは CLS、シティライトサプレッションフィルターを使用すると、都市や郊外で観察する際の写真の品質を向上させることができます。光害の影響を低減し、天体と背景の空のコントラストを高めます。同じか。温度計センサー、ベスペラの曇り止めシステムを有効にします。特定の温度と湿度の識位置に達すると作動します。レンズの周囲で継続的に発生する熱により曇りが取り除かれ、より良い観察条件とより鮮明な画像が得られます。119ドル。コミュニティに参加してください。ヒントとテクニックを学び、作成した作品を共有し、フィードバックを得て、より早く進歩します。世界中の何千人ものユーザーからなる、思いやりのあるコミュニティに参加してください。バオニスユーザーグループにアクセスしてください。ここを押すとアクセスできるのかな？ちょっと押してみようか。うん。ああ、Facebook のページに行くんだね。マイシンギュラリティ by バオニス、プライベートグループメンバー4625人いるそうです。ここでいろんな情報交換ができるんだね。はい、多分ここに入ると使い方を教えてくれるし、自分のものをアップできるとなんだ、オリジンが出てきたよ。4時間前オリジンを作品ツアービデオがありますよって、バオニシ社のベスペラ持ってる人もオリジンに関心示してるというすごいね。はいはい、本日のベスペラ2の機能を全部見てきました。お疲れ様でしたやっぱりね、今最先端のスマート望遠鏡はベスペラ2ですね。はい、まあ、ベスペラプロが出てきたらどうなるか分かんないし、オリジンが出てきたらどうなるか分かりませんが、
今のところベスペラ2を上回るスマート望遠鏡は残念ながらないですね。このベスペラ2、昨日からもう出荷が始まってるっていうことなので、皆さんバオニシチャに直接注文してみてくださいしないかと、多分サイトロンがね、そのうち日本国内でも代理店として販売するようですから、それを待ってもいいし、直接注文してもいいし、さらにねオリジンが出てきて、ベスペラプロが出てきて、全部比較してどれにするか決めてもいいしね。まあ高すぎるんだったらシースターなどを選ぶっていう手もありますが、はい、どうでしょうか。これを見ちゃうとね、どうしてもスマート望遠鏡はやっぱりこのレベルにみんななってほしいよねって思いが強まりますね。やっぱりあのパノラマ撮影モード、すごい超魅力的な機能ですよね。これはバオニシチャしかないすごい機能だと思います。オプション品がちょっとね、全部高すぎるのがちょっと難点ですね。オプション品だけでも十数万かかるので本体25万ぐらいで買われるとしても、全部入れると40万近くになるかもしれませんね。はい、オプション品全部買うと40万超えちゃいます。これはちょっとね、オリジンの60数万円も高いけれども、ベスペラ2のフル装備買うと40万円ぐらいするので、ちょっとこれも高いよね。本体だけならね、もうすでに初代のベスペラ持ってる人はいろんな付属品を買ってるかもしれないので、本体の25万円の追加投資だけでなんとか使えるかもしれませんが、初めてねスマート望遠鏡を買うのに全部揃えないと使い勝手が悪いと考えると40万円ぐらいしますね。やっぱりスマート望遠鏡の世界は高すぎます。もっと安くしてください。ですから、あのシースターしか買えないよとかいう声とか、シースタープロが出るのを待ちますよとか、そういうコメントがありましたので、いつまで待てばいいんだということですね。今すぐ買うにはちょっと高すぎるよという声が多いんじゃないかなと思いますが、まあでもね、すぐにでもこういう新機能を使ってみたい人にはすごい魅力的な機能満載ですね。本当びっくり仰天するような機能がいっぱい入っていましたね。はい、ベスペラ2、皆さん注文しますか、買いますか。30日間お試し期間があるので、30日間だけでも使ってみたいですね。はい、本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。ベスペラ2欲しいよね。